Hey guys, my name is Asamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Asamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、シャインポスト第7話。伊藤もみじは戻らない。です。戻らないってなんだ？なんか、あったのかしらね。なんだろうか。戻らない。なんだろう。まあ、まず前回のおさらい。第6話かな。第6話にしよう。まあ、振り返り特番っていうのがあったんですけど、まあ、そっちは、まあ、声優さんが出てて、なんかこうね、喋りながらっていうのもあったりして。まあ、そっちのね、動画は、撮ったけど、出してないか、まあ、とあるシーンのところをショーツで出してるかみたいな感じじゃないかな。ショーツ？ショート動画？ショーツ動画？まあ、短いやつで多分出してるかもしんねえ。まあだから話数だけで言うと前回が第6話になるんで。イエローローズなんよ。聖なる舞を見せる断りの王じゃないよ。マジでよかったから、多くを語る必要ない。見ろ。第6話を見ろ。見てくれ。マジでよかったから。今期1まであるよ。俺の中ではね。まあ、人それぞれこう、何？見るジャンル、見ないジャンルとかあるかもしんないけど、俺が今期見てる中では、シャインポスト飛び抜けていいよ。それぐらいだね。第6話特に良かったからね。で、振り返り特番に関して言うんだったら、振り返り特番でも俺は2回泣いたからね。あのシーンとあのシーンで2回泣いたから。まあめっちゃ良かった。まあ、今回から後半の第7話に当たるんでね、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。よろしくお願いします。振り返り特番見た？俺、お茶目なジョークでもう、変な声出たよ。多分、そこの部分をね、出してると思うから。伸びっかな。ちょっと久しぶりのショートだからわかんねえ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。めっちゃ嘘やん。どっちだ？全員。あら、すげえ。これコメントで教えてもらったやつや。わあ、すげえ。だけんか、なんか違和感あったよね。このオープニングのさ、あの歌ってるグループのところは大文字じゃん、ティングスって。はあ、ああ、じゃああれか、戻らないっていうことは、ティングスから抜けてっていう、あれか。まあそう、だけん、第6話で言うとさ、
雪文字の2人がこう上の方から見とって、それをジャーマネが見よったけんが、そこのやつだろう。だけどもうまたこの2人もティングスにまた戻してっていうか、ティングスとしてまた活動をみたいなあれがあるんかね。見とってよ、大文字大文字だっけ、ほら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 、ティングス、これが本来か。すげえ、大文字と小文字なんか、そこの意味までは考えとらんやったわ。っていうかマジでそれ気づいたのすごくね。俺全然気づかんかったもん。コメントで教えてもらって、おおってなったもん。すげえ。本編開始。第7話、伊藤もみじは戻らない。好きだ。あれ？いいよ、いいよ。すげえ、めっちゃ増えてる。まあ俺は最初から気づいてたよ。あえてこの言い方してそう。7500円。雪文字いつも筋トレしてんだよな。なんかあるね。雪文字やん。あー、やっぱこれか。戻りたいのか。戻りたいんだ。
別れた手前弾けんのかな。ほう。確かに。そう、その理由が分からんのよ。バチバチや。B パート。かっこいい。井の頭自然。どこにでも出てくる。
面倒見がいいお姉さん。でもやっぱちゃんと見てんじゃん。初見大福。おい。130円になりますボットやん。あの店員さん怖えな。なあ、安直じゃない？それ大丈夫かな？あれ？アイス。屋上あるんや。ドロドロ。戻りたいんだろう、やっぱ。すげえ録音してる。やぶさかだね。やばい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 。振り終えた。
おい、初めて光ったやん。初めて光ったぞ。どういうこと？全力でやってないって何？周りに合わせとるみ、いやでもそんなこと言えんしな、自分からじゃ。っていうか、それ見抜いとった雪音すごくね。足元にも及ばないって。まだ隠してるみたいなさ、言って。春もなんかあんの？いやーでも春が光るか。ちょっとここに来て春が光るか。サブ隊は伊藤もみじは戻らないだけど、まあ雪文字の二人っていう感じよね。まあだからそのもみじの戻らないは雪音が一人になってしまうから、雪音を一人にしたくないがために私も戻らないと。で雪音は春でいいかな、春かな。まあその春がなんかその私たちと一緒にやりたいっていう割にはなんかまだ隠してるよねみたいな、そういうのがあるから戻らないっていう感じだし、まあでもそのタイミングでマネージャー君が登場して聞くことにはなったけれどもって感じだよね。どうするんでしょうかね、これちょっと困ったね。マジか。春が初めて光ったか。どうしていくんだろうか。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでツイッターのフォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということでシェーンポスト第7話、伊藤もみじは戻らないでした。ありがとうございました。ならない。